んにちは。こんにちは。はい、今日はですね、東京支部の海君とこちら湯島天満宮に来ております。湯島天満宮のご祭神といえば菅原の道真ですね。菅原の道真は何の神様ですか？学問の神様。そうですね、もともとね、この天満宮というのは天神といって、あの天の神様なんです、ね。まあ、天の神様というとやっぱり雷ですね、雷神、これを意味して、で、あの当時ですね、平安京でこの菅原の道真が左遷された時に様々な天変地異が起きます。この天変地異のね、このいわゆる菅原の道真のこの恨み、この怒りを収める場所として、こちら天満宮にですね収められたと。で、これ元はですね、あの福岡の太宰府天満宮、こちらにですね、まず収めて、そして全国に、まあ、こういう文言文書がですね広がったという、まあ、そのですね、こちら天満宮にちょっと行ってみたいと思います。木山幸ですよね。古事記に登場する様々な神様の造形物があった。こちらは海幸、山幸、そしてこちらは大国主である。天満宮というのは牛ですよね、はい、なぜ牛だか分かりますか？菅原道真が牛に乗って運ばれてきたから。ああ、そうですね、あの牛に乗ってですね、まあ、運ばれたわけです。そしてその時にね、あのここでここがいいということで、あの牛が座り込んだんですね。その座った場所が福岡の太宰府天満宮というふうに言われています。ですから、あの各神社にはね、神使といって神様の使いがいます。その神様の使い、例えば稲荷神社は狐ですね。で、この天満宮は牛ということになります。これ何ですか？これ梅ですね。はい、こう天満宮といえば梅、梅ですね。で、そしてこれ見てください、この瓦で、ここにもね、梅がですね、あしらってるんですね。福岡に行くとね、梅ヶ江餅ってあるんですけど、はい、梅ヶ江餅、非常に美味しいね、餅があります。ここ、湯島天満宮は有楽天皇の世458年に創建されたと言われている。その後、徳川家康が江戸城に入ってから徳川家の崇敬を受けたそうである。こちらですね、戸隠神社になっておりますね。戸隠神社の御祭神といえば誰ですか？知らん。雨の立ち川ですね、はい、雨の立ち川というと、天の岩戸にですね、天照が凍った時に岩戸を開けた、ね、ある神様です。もともとですね、こちらね、あの湯島天満宮ですけども、有楽天の時代にこの雨の立ち川を祀ってた神社だったそうです。はい、それから、ちょうど南北朝ですね、その時にあの住民の、まあ、要請もあり、こちら、菅原道真の御霊を、まあ、分霊して、こちらの御祭神が菅原道真に変わったと、まあ、そういうふうに言われてますね。ですから、こちらにね、戸隠神社として、まあ、拙者末社というような形になるんですが、まあ、こちらに雨の立ち川が祀られていると、まあ、そういう神社なんですね。なるほど、はい、あともう一つ、こちら見てください。で、ここにほら、なんかこう門があるでしょ、はいはい、あれね、釜のですね、万字なんです。で、釜万字といって、これはですね、戸隠神社の社門です。へ、ね、実はここにも柱、そしてね、隣見てください。隣はですね、ここ稲荷神社じゃないですか、ね、で、この稲荷神社の神事といえば狐ですね、はい、指で、ね、こちらに狐が柱があるんです。で、まあ、こういうふうにですね、ちゃんとね、こうなんか意味があってね、いろんな社、こういったものをね、造形物がありますね。はい、はい、では湯島天満宮いかがだったでしょうか？いや、すごい素敵なところでしたね。ですね、まあ、これね、あの東京のね、都内のど真ん中にありますからね、うん、まあ、都内でこういったね、神聖な場所があるっていうのはね、非常にいいんじゃないかなと思います。ということで、また